トーク会ライブとかあると新大阪だけなので行くのが。初めて大阪その駅以外のところに行った。いやー本当はそうね、ミミさんの劇場も行きたかったんですけど、今日昼夜公演あって、そう事前に調べててそう、あちょっと人多そうだなと思ってやめました。確か昼夜あった公演、公演あったのは間違いなくあった。サイリウムありがとうございます。え、なんかねもう嬉しかったの。さやかさんに会ったわけじゃないのに、なんかもうさやかさんの衣装があるってだけで、もうその場にさやかさんがいるかのような、なんかもう嬉しさが込み上げてきて幸せでした。ずっと可愛かった本当に。さやかさんのサインも見ました。嬉しかった、初めて見れたさやかさんの衣装、あと卒業ドレス近くで。サイリウム明けおめありがとうございます。最後さ出口の付近にねグッズが売っててさ、買ったのミラー可愛くない、妄想ガールフレンド。本当はラギーチとかハート迷ったんですけど、いやー可愛いなと思って、可愛い可愛い可愛い。あと聞いてほしい、あの前髪クリップが私欲しくてね、前髪クリップとバッジ込みで全何種類だ、結構あったの、種類数が。前髪クリップとバッジが込みで何種類かだったんだけど、1個目ねこの学校の紋章、校章みたいなバッジね、めっちゃ嬉しいの。そうこれねランダムん？一緒だよねどう見ても。かぶったんだけど、え、さっき今コメントでさ、今バッジしか残ってないよねっていうコメントがあったんだけど、え、そうなの？何も知らずに嬉しくてさ買ったんだけど。最初の方はファンの方が自分で選べた、え、私もね自分で選べて、でも女の方だったんですけど、お会計してくださったスタッフさんが、なんか絶対触っちゃいけないものじゃんそういうのって、ランダムだし、だからえもうとりあえずいっぱい入ってたの、このカゴみたいなやつにね、結構遠い場所から2個取ったの、それでもかぶりなの。え、そう今レジのところにある、あ、そういうこと？うわちょっとみんなって言ってもみんなは違うもんね。そういうことね、だからレジになったってこと？うわやっと
意味が分かった。意味が分かると怖い話だね、ちょっと。うわぁ、欲しかった前髪クリップそういうことね。でもバッチ嬉しいから絶対どっかにつける。そういうことか。だからレジのとこに変わったってことね。今やっと理解した。そう、物自体いっぱいあって、まだ何個もあった、何十個もあったよ。メイクポーチとかにつけたいな、つけようかな。ぬいぐるみとかにもつけたいな、自分は SK なのにねかわいい。でも大事にします。 OG のグッズなかった、なかったです。そうなんです、そう、2個しか買ってなくて2個かぶったんです。うん、まあそういう夢だよね、私って。今までの開封シールとかグッズ見て思ったけど、ハートをサイリウム、あきおめありがとうございますね。思った、 SKE のね衣装展もやってほしいな、いっぱいあるもん。センスハートありがとうございますでも本当に楽しかったです、はい、楽しかった。さやかさんがいたよ、衣装ね。でも気持ちは絶対いた、さやかさん。だってあの場所にね来てサインも書いていったし、1月の頭にでもびっくりした、言っちゃうと、私が行ったらなんかもう人が いっぱいいて、まあまあ、あ、平日なのよこんなにたくさんいる、さすがすごいなと思って、で写真撮って中見たらすごい大きい声で喋ってる方がいて、何かと思ったら撮影してたの。そしたら吉田あかりさんと、そういました。私はちょっとあれだったんで、あんまり見ず、一人で黙々と写真を撮ってましたそう、渋谷渚さんもいて、二人びっくりしちゃった。その空間、私 SKE と NMB さん、お二人、まあ卒業された方なんですけど、共演しましたこれがもう運なのか。嬉しかった、初めてあの近くで応援しました、見ましたそう、一度もお話もしたこともないし、認識はないですね。そうなんそうなんです、いっぱい人いてみんなすごい喜んでる姿を生で見れて、あ、自分もそうなりたいなと思いました可愛かった、みんな。何時間いたんだろう、私あの場所に。結構いた、滞在時間長かったよ。楽しかった、楽しかったしか言えない。美味しい、気づかれてないよ気づかれてない。多分私のことを知らないので
面識ないので、めちゃくちゃ可愛かった。知ってるか、みんな、みんなの方が知ってるよね。あ、今日ねハートありがとうございます。そう、まあ、そう、450枚以上撮ってたのは自分でもびっくりした。予定に作戦でしたけど見た。今ねテレビつけてるけど見れてなかったです。え、もういないの？今まだやってるけど、あと50分ぐらい。音消して今ね流れてるテレビ305。ありがとうございます。私もプライオリティのとこめっちゃ撮った。あ、分かるわ。でも私一番撮ったの卒業ドレスかな、やっぱ。卒業ドレスだな。卒業ドレスのさゆかさんの衣装は360度見れたじゃないですか。あ、見れるんですよ。だから余計にそう撮っちゃったの。正面、斜め、後ろ、真上、下からみたいな、全部撮った。だから一番多かったのかもしれない。明けおめ、まずさゆかさんの悪気衣装かわいすぎた。いっぱい撮った。まあ全部撮ったね。さゆかさんの衣装は近くまで寄って撮ったし、やっぱさすがだよね。さゆかさんの衣装いっぱいあった。一番多かったと思う多分。ジッパーの衣装もあって、わあこれが着たかった、いつか着れますようにと思いながら写真撮ってた。ハートありがとうございます。衣装でのツーショットはちょっと周りに人が多すぎて撮れなかったけど、でも卒業ドレス撮ってる時に人が0人だったので、さゆかさんの卒業ドレスとだけはツーショット撮った。そうなんです。バージニティ嬉しかったな、可愛かったな。ガールフレンドも可愛かったけど、何が、何だろう、ヒョウ柄のあの制服衣装、ピンクのあれも嬉しかったな。いや可愛いな。ちょっとだって私さ、衣装店見に行って帰ってきてから今までもずっとフォルダ見て余韻に浸ってた。本当に楽しかった。幸せだったな。あ、そう、小物入れとかも髪飾りも展示してるところがちょっとあって、そこもじっくり見て写真もいっぱい撮りました。はあ。多分私自分で分かってないだけで口角上がってたと思う多分。あと私あれだ、紅白の衣装、紅白に出てた衣装が大好きだった。ネギが刺さってるものとか、イビサガールが私大好きで、衣装ちゃんと、それもさやかさんの衣装が展示されてて写真
綺麗にいっぱい撮りました。多分それ明日か今日 SNS に載せる、インスタ楽しそうで何より楽しかったですなんか行った人とか MMB さん好き行ってたよっていう方にしかちょっとね気持ちが伝わらない、わかんないのが申し訳ない。イビサガール本当に好き、可愛かったいいな、うん、カット、ありがとうございます。ゆきりんさんが兼任してた時、そうです、そうなんです、歌番組で見てましたなぎいちも可愛かったな、全部可愛い。いいなぁ、いつか着てみたいなって思ったけど、ちょっとね姉妹グループとはいえやっぱり遠いんで着れないんだろうなぁ。ハートありがとうございます。確かに王道コンサート難しそうだね。あきおめありがとうございます。確かにチュリさんも絶対いた。一つ選んでてさ、ドラえー、さやかさんの衣装なら何でも嬉しいでもさやかさんの衣装で一番っていうか結構上位で好きなのは一番選べないんですけど、イビサガールか北川憲二かなぎいちが絶対行きたいたいな。確かにちょい早口だったね。いいな。いいな、いいなしか出てこん。僕らのユリカもいいね。僕だって泣いちゃうよも素敵だったな。なんか衣装見るたびにさ MV とか歌番組が全部鮮明にさ流れてくるよね頭に。エモい、感動しちゃう。多分誰かと一緒にいたら話し込んでちょっと泣いちゃいそう。まあ、話してた人いないんだけど私今までささやかさんとか NMB さん好きで喋ってた友達っていなくて、そうなの、一人でただただ楽しんで追っかけて、そう絶対あの時小田友がいたら絶対楽しかっただろうな。もっと活発に動いてたと思う、オタ活。確かにキミちゃんとかナイアンと一緒に行ったらすごそう。あとキョッピー、キミちゃんね、確かに
オーディション合格して NMB さん好きだよねっていう話をした時もちょっと話したの覚えてる。弾んだなんか SKE のねコンサートで前らしくないとか踊らせていただいたじゃないですか。新世代コンサートの時だっけ、対決みたいな感じで、そのあの時も一緒に喜んで、あれ違う、キミちゃん相手だった、いいなっていう話をされてたんだ。そうキミちゃんダンス得意なんで、うまいんでダンスの方で選ばれてましたね。騒がしい教師力が、らしくないか、わいかったな。あけおめ、ありがとうございます。そう、中野サンプラザの新世代コンサートでやった。コジリンさんと話合うんじゃない、年尾オタクとして盛り上がる。確かに一度会ってお話はしてみたい確か里川さんが好きですよね。なんかショートですごく可愛いみたいな話を前見た、聞いた、 SNS での絡みとか可愛い可愛い。横にゃんさん確かに、あとイズリンさんもやっぱ大阪出身だからね、絶対好き。ジャングルジムの印象あったっけ、あんだけ長時間いて写真撮ってたのに。やばい、記憶にない。行った方ありましたっけ。そっか、もともとファンだったのか、一緒だハートセンスありがとうございます。あー確かにちかこさんか、そう思うとなんか大阪出身いっぱいいる。まひこさんは無かったんじゃない、だってもう一回行きたい衣装店。でも14日までだよね、もう行けませんね私は行けません。行けてよかった。衣装店がやるよっていう告知を見てから絶対に私は今回行くんだって決めてたのちゃんと行けてよかった。大満足です、私はもう。そう、今年はさ、いろいろ自分の好きなこととか趣味に関してはちゃんと行動するって言ってたじゃないですか。そう、行動できました、一人で。一人行動全然平気なんでいけるんですけど、今年は行きたいと思ったところは絶対行けれるようにしたくて、多分それもパパの影響かもしれない。私が SK に加入してここ気になるとか、仕事っていうかね、発信のために行きたいとかって言うと、いいよいつ行くってすぐ言ってくれるし、実際ワニさんの開発類館も今日ね、今年すぐに行ってくれたんで、
今年は生き物のカフェも一人で行けれるところは行きたいなって思ってます。動物園も水族館も牧場も楽しみですね。ね、牧場行きたいんだよな。なんかザ生き物っていう匂いがするから嬉しい匂い。牧場はさすがに誰もついてきてくれないので一人で行きます動物園水族館は全然行ってくれる人いるんでいいんですけど、一人で行けるいいんだけど、あの写真が撮れないのが結構難点だよね。自撮りじゃなくて他撮りでちょっと引き目な写真を撮りたくて、そうなの、難しい。あら、ありがとうございます。ソフトクリームで釣るのでもさ、みんな匂いがって言うんだもんだって動物園行った時もさ、わすごい匂いするねって言われたもん私は匂いしないか、何にも言われてみれば、あ確かにするなっていう。匂いした方が嬉しいんで私は。マネージャーさんと行く？レベル高いな匂いってさ、なんか生きてるなって思わん？私だけかな、動物に関して。体温でも生きてるなとか、心臓鼓動を聞くと生きてるなとも思うけど、匂いってね、生々しいえ、さきさん無理？無理なの？でもなんか確かにコロナ禍の時の夏休み何時間配信でさ、カブトムシ誰か逃げてた人いた。ちょっともう記憶が曖昧で誰だか分かんないんですけど、メンバー難しい。あのカブトムシ私引き取りたかったんだよな、引き取れなくて。ハートだるま、ありがとうございます。ロケとかでも逃げてた記憶あるだって。そんななんだ、知らなかった。泣きそうなレベルで苦手。相当だね。じゃあもう冗談でもダメだ確かにさやちゃん、やっぱさやちゃんと仲良くなるべきなんだよ私は、やっぱり。でもな、会えない彩ちゃんに会いたいな。神奈川は一緒なんだよね共通点多い彩ちゃん。いつかね、そろそろ、そろそろじゃないか、いや分かんないな。いつの間にか11期もさ、2じゃないよのラジオやってたじゃないですか。12期ちゃんもいつか来そうだよね。そこで私もさやちゃんと一緒になればより仲良くなれる
かもしれない、きっかけがね。最初ってやっぱ先輩とじゃん。まあその先輩が誰となるかはね、わかんないんですけど。やりたいな。ね、いつかできるといいな。おしゃべり上手だし、だぼし絶対。頭良くなりそう、一緒にいると喋ったりしてると。解剖の話をちょっと詳しく聞きたい。後輩ちゃんリードしてトークできそう。え、でも最近徐々にできるようになってきたんですよ。同期とのにじゃないよとか、後輩とのにじゃないよでも、あ、自分変わったなって最近気づく。気づきました。ほんのちょっとね、前よりも成長してる気がする。みんなからしたらね、そんな変わってないよって思うかもしれないけど、確かに K2 声でも MC でも喋れるようになった。いやでも周りがね、お優しい方しかいなかったんで。仲良しの後輩、仲良し、よく喋るのはやっぱキョッピー、その次はワンコロです。ワンコロです。びっくりだよね、こんなに私の中ですごい上に上がってくると思わなかった。だって初期全然喋ってないもん、ワンコロと。そう、あ、後輩って今さ、11期の中での話しちゃった。10期だとやっぱミオタンかミキちゃん、確かに呼び方がもうね、距離縮めたのかな。よかったじゃん。そう、ラブリンさんともいつもめでてます、ワンコロ。そうです、でも前よりリカちゃんとは喋れるようになった。まあ、ゼロだったわけじゃないんだけど、やっぱスンスンのおかげでちょっと距離縮まりましたね、絶対。スンスンかな、やっぱ。スンスンは距離を縮めてくれたので、お礼を言わないとね。確かにスンスンって言うと最近だね、やば。スンスン、今さっきスンスンね、 X に乗ってた、かわいい。ズンズン、え、すごい音するけど、スンスンがつないでくれました。そう、この間の声ね、ラブリンさんとさ、インスタのストーリーのブーメランじゃない動画でスースーのエフェクトがあって、その動画を撮ったんだけど、それさ、なんか顔の加工がなくてちょっと載せらんなかった。なんか新しいスースーのエフェクト増えないかなって待ってるんですけど、なかなかね、ないんですよね。あきおめ、
自分で作りたいけどさ、どうやって作るのか分かんないんだよね。難しそう。でも作り方分かったら簡単にできそう。すぐ覚えてやりたいな。ハートありがとうございます。アプリでできるんだ。いつか載せるね、いつかその動画。なんか今火がとんでもなくさ、あざできすぎて汚いんだよね。本当にダメ公演までに絶対治らないあざ。一番痛いとこ、足のど真ん中、すね、本当にど真ん中にこのぐらいの縦で入ってて隠れない。公園っていつだ、11、今日は9、あさってだ。治りませんね治りません。隠せられるかな。自分でこのお部屋でぶつけた気がする公園中はこっちの膝なんですよ。床につくから黒くなるし、あざができる。嫌だねそれ。あきおめありがとうございます。治りづらい絶対。みんな今日はよく寝るね、かわいいねかわいいね。なんかさ、触っても起きない子は起きないのに、乙女はすぐ起きちゃうんだよね。警戒心強い、浅い眠りなんだろうね。今さ、いろんな私の大好きなアニメとか作品のさ、イベントやってて、でも行きたいとこ多すぎて困っちゃう。今カードキャプターさくらもやってて、東京かな。でもうそろそろね、いろんな場所で、あ、大阪ではやってたかな、さくらのコラボカフェもやってて、今行きませんでした。今日はとめちゃん来たの、トミちゃんおはよう トミちゃん、トミちゃん、ゴール終わってます危ない危ない、本当にどうしよう。これどこにつけよう。一個は保存で一個つけるかな、やっぱり
触っても嫌がらないです。ユニバ行くの、ヒロアカコラボ、え、行きたいの嬉しいね、乙女嬉しいねそう、行きたいんです、本当に。でも今行きたいとこ多すぎて、どこから行こうか迷ってる。なんか年明けて次ディズニーで新エリアができるじゃないですか。それがピーターパンがあって、私ピーターパンが今一番好きなので、今じゃない、昔から好きで、絶対に行きたくて、新エリアでオープンしたら。でサンリオもこの間行こうとしたけど行けなくて、ちょうど休館日でだから行きたいし、全部行きたいの。夢の国、ありとあやるありとあらゆる夢の国をに行きたいのホラーナイトビビる？え、全然ビビんなかった。なんか美しかった。ダンス踊ってるシスターみたいな女性の方が本当に綺麗で、見入っちゃった。なんか私が昔ユニバのねホラーナイト見てたのはさ、まあ、今でもやってると思うんだけど、チェンソーをさブンブン鳴らして追いかけてくる感じの、あれめっちゃ怖かったな。 TikTok とかで見てただけなんだけど、コロナ禍になってからなんか結構変わったよね。ジェイソン？チェイソー、チェンソー、チェンソーマンのあれチェンソー、チェンソーなんて言うんだあれ、チェンソーマン、チェンソーマンって言ったら分かるね。あれなんか言い過ぎてダメだ、やっぱ分かんなくなってきた。チェンソーマン、あれ合ってるよね。ダメ、数回しか言ってないのにゲスタルト崩壊しちゃう。ほんとね、あ、伸ばし棒のとこがちょっと足りん。チェーンソーだって。ほんとねチェーンソーだって。そう、チェーンソーマンチェーンソーマンのチェーンソーたいな、またね、乙女ふふふ、あなた顔見せなさいよ、乙女ねえやだ、乙女濁ったし画面、乙女ごめんね、みんな乙女ちゃんちょっとみんな本当にごめんね。なんか気持ち画面なんかズームになってない、大丈夫？だいぶ事故った。うん、おとめちゃん。にゃーん。こっちこっち。あなたはもう何をしてるの？もう何、あなたは。うん。あんま痛いんだよな。
ありがとう。もう11時になっちゃう。え、なんかズームになってない？え、文字がおかしい。あれ、え、なんか、え、めっちゃ変わった気がする。私の画面、え、みんなは平気？え、なんかめっちゃズームになった気がする。顔こんな近かったっけ？平気？みんな、あれ、え、怖っ。錯覚か。じゃあじゃあそろそろ終わりにします。また来た。恋しいのね。あ、物落とすね。にゃん、とめちゃん。ちょっとさ、自分の体の範囲は分かろね。かわいいね。いっぱい物落とすね。ね、偉いよ。確かに画面拭いて落ちた時に画面触っちゃったから、なんか変なになっちゃったのかもしれない。トメちゃん嬉しいね。本当に甘えん坊だな。前より甘えがすごいわね。かわいい。センスありがとうございます。確かにサイズ分かってないの面白いね。え、耳だ。でもかわいい。え、え、かわいい。え、立ち耳だったときかわいい。どっちでも似合うね、あなた。さすが美形。配信切った後にやれって感じだよね。ごめんなさい、終わります。ちょっと見せるの難しいんだよな。ちょっと一応耳がちっちゃいからさ。よいしょ。このごめんごめんね、喋ったの。嫌だって言った。今の鳴き声ちょっといつもと違ったね。かわいい。雰囲気変わったよね。めっちゃかわいいわ。やっぱうちの子かわいいわ、ほんとに。終わります。ごめんなさい。いや、かわいいわ、ほんとに。1位、サさん。2位、ハッピーさん。3位、カレーのバターさん。4位、バツマルくん。5位、ハッピーさん。6位、ハッピーさん。7位、猫ちゃん。8位、サッ
ク9位、クロミちゃん10位、サーさんじゃない、ハッピーさんごめんなさい。11位、何これ、アシカ、ピンクのアシカ、間違ったらごめんなさい。12位、シロアザラシちゃん。13位、ハッピーさん、ありがとうございました。明けおめ、みんなギフトありがとうございます。今日は最初から最後まで幸せオーラ全開でしたね。いっぱいお話聞いてくださってありがとうございました。ね、こちらね、おいで、立ち耳しちゃったから来なくなっちゃった。あけおめ、ありがとうございます。こっち来ないです、ごめんね。ゆぶさん、ありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。ありがとうございました。ハートセンスありがとう。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。ありがとう。